サップ2年の福田カール子です。今日は私のチームメイトの松本渡るにインタビューしたいと思います。イエーイイエーイ。この赤い帽子の黒い黒い服の肌も黒いやつに黒黒の音がする、はい、こんにちは。今日インタビューしに来ました。はい、博覧祭の意気込みを教えてください。博覧祭博覧祭ですか。はい、僕何出るんですかね、博覧祭。民族の舞民族の舞と、あと、まあ、ガールズユニット。あ、そうです、ね、頑張りたいと思います。センターです、頑張ってください。ラップ2年生の榊瑠衣です。はい、こちらをご覧ください。こちらは熊本大学提供です。今みんなはシグマ祭の練習を頑張っています。イエーイ。シグマ祭は11月の5日次の週にある、博覧祭はもう絶対絶対絶対デューステージ見に来てください。絶対絶対です。絶対絶対絶対お願いします。はい、博覧祭まであと16日。